はい、皆さんこんにちは、ワンダルウィキです。今回はボンバチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンポス続きをプレイしていきたいと思います。前回ビグザマース戦なんとか勝利できたんですが、瀕死の重傷を負っていたので一旦町に戻って回復してきました。洞窟に戻ってきておじいさんを発見しましたので話しかけるところからプレイを再開していきます。宝じゃ宝じゃ、掘って掘ってまた掘って、じいさん、あんたも埋蔵金を探してるのか。当たり前じゃい、埋蔵金こそ男のロマンじゃ。この分だとまだまだ埋蔵金の話を聞きつけてくる人が増えそうだな。若いの、宝探しは焦りは禁物じゃぞい。残りのものこそ苦があるんじゃ。現にわしもさっき開いた宝箱から金塊を見つけたぞい。そうか、開いた宝箱がどっかにあるんだな。ちょっとそこを探しに行きましょう。ちなみに戦闘はですね、まあ主にミサイル攻撃中心に行って、実弾で確実にダメージを取るような全体攻撃で戦ってます。これが一番安定しますね。あれ？なんだこれ？そこが妙に浅いな。二重底が。よっ、この開いたぜ。と、なんだこりゃ。これはデータルームだな。読み込んでみよう。ダメだ。読み込めない。ちょっと見せてください。こう見えてもコンピューターには強いんです。プロテクトがかかってるな。なるほど。このタイプなら、よし、外れた。なんか、文字が出てきたで。何に？影に潜む弱き者、弱き生き物。高き塔にいて、安らかならざる眠りを共とする。その右手に触れるとき、道は開かれ。なんのこっちゃ。高き塔、影に潜む。そうか。それは伝説の生き物。アーバワークーのことだ。その右手に触れるときというのはどういう意味です？アーバワークーの名を持つ町、すなわち元ジオンのアーバワークー氏のルート口のことである。あの扉にはアーバワークー氏のルート口の方向と関連した何かがある。やったぜ！これで決まりだな。早く行こうぜ。樹道。あった！これはうまいことカモフラージュしてるぜ。ちょっと見ただけじゃわかんねえよ。これちょっと前にも調べたんですけど、何もなかったんで、イベントがないとここ発見できない仕様になってるみたいですね。なるほど、右手の方向だな。よし、スイッチは入れた。これで扉は開いたはずだ。これで扉が開いたということなんで、じゃあ扉を開けます。で、宝箱がありそうですね。これはジオニウムのインゴットだ。これだけ貴重なレアメタルならば、時価数兆円はする。すごいな。ともかく目的は達した。これで君の取り分だ。小さいが、この3つ、数十億はある。このお金でルートを開いてもらいましょう。それでは私はここで失礼する。私もアクシズに対しては何とか手を打つつもりだ。アムロ君、君の任務がうまくいくと思っているよ。記者が離脱か。しかもさぞで協力でしたね。じゃあ俺も帰るよ。リーナのことが心配だしな。授業に関しては先頭に参加しなかったので何もないですね。では市長のところに行って、数億円の金を渡しましょう。これでルートが開けるはずです。絶対着陸するよな。どうです？この町をそんな捨てたもんじゃないでしょう。この間の話なんですが、ルートの修復、金がない。いや、なんとジオニウムではないですか。一体どこでこれを。これでルートの修復をしていただけるんでしょうね。これを我が市に寄付していただける。寄付しましょう。これで、ルートが、開けますね。あれ、樹道がいるな。アムロさん、単に、この通り、力を貸してくれ。どうした樹道、そんなに慌てて。リーナが、妹のリーナがテロリストにさられちまった。そいつらが言うには、俺のダブルゼータとリーナを交換したいって。なるほど、楽しくダブルゼータを差し出したところで、リーナの身の安全が保障されるわけでもなさそうだ。何しろ、相手はテロリスト。じゃあ一旦寄り道してリーナを助けに行くんですね。テロリストはどこに？わからないんだ。一方的にダブルゼータを用意しようって、それだけで。次の連絡を待つしかないか。君の家に行こう。
ということで、じゃあ樹洞の家に向かいます。なんかいきなり話が、また全然違う枝葉の方に向かいましたね。では樹洞の家に行きます。この小さな小屋が樹洞の家です。来ればいいな。おかえり児童。さっきね、知らない人から電話があった。なんだって、それで。ラサ市の地下シェルターに例のものを持ってこい。これダブゼーターを持ってこいというテロリストの電話だな。どうしたの？怖い顔して。なんでもない。来るには気にしなくていいよ。嘘、児童嘘ついてる。何かあったんでしょう。私わからん。私、児童のお手伝いする。プル、お前にはまだ無理だ。プル、クローン人間ですからね。こんな小さな子がモビルスーツに乗るのか。私、操縦上手だよ。分かったよ、プル。ダブルゼータのない俺よりお前の方が役に立つだろう。プルを連れて行ってやってくれませんか？なるほど。これ、プルが仲間になるのか。では、プルを連れて、ラサへ行きましょう。プルのステータス。レベル32、キブレはマグ2になってますね。では、アイテムを買い揃えて、ラサに向かいます。ラサに到着しました。ちょっと探索します。アモルさんですね。さっき元気のいい男の子から伝言を頼まれたんです。元気のいい。樹洞のことか。排気ダクトが使えると言っていましたよ。どういうんだろう。ちょっとわかんない。もうちょっと探索します。排気ダクトってこれですね、きっとね。ちょっと調べてみます。ここから侵入できるな。侵入しまーす。樹洞がいい。待っていたぜ、アンボさん。俺はこれから誘拐案宛てに一芝居打つ。その隙にリーナを助け出してくれ。さすが樹洞だな。これ宝箱かな？ちょっと確認してから先に進みましょう。だから何度も言ってんだろう。ダブルゼータは故障中でどうにもならないって。かまわん。私には時間がないぞ。たとえ故障中であろうとダブルゼータを手に入れるという実績があれば、どうやら児童はうまく誘拐犯の注意を引いて、時間稼ぎをしてくれているな。急ごうよ。あ、あれはイカデビルじゃないか。よし、気づかれないように。もう大丈夫だ。さあ、早く逃げて。ありがとう、アムロさん。私もいるよ。いや、これちょっとあれだな。回復してからここに入るべきだったな。うかつでしたね。ちょっと回復しながら戦いたいですか？ピンポイントショット。アムロは、ハイメガキャノン。大技をバシバシ打っていきましょう。攻撃力はそこまでじゃないけど、2回攻撃ですね。2回できれば。一度回復します。いや、ちょっと穴取ってたな。なんとか倒しましたね。ここも瀕死の中での戦いだった。結構レベルがきついのかな。最後の加減が破れたか。アポロン兵がこの私の忠誠の証を立てられなんだことをお詫びします。誠に申し訳。死神ハゼ倒しましたね。これが案件終わりっぽい感じですね。アムロさん、本当にありがとうございました。また遊びに来てね。そうですね。アムロ編、これで、終了ということになります。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。